辰博と3番柳梅正弘で追走です。さあここで1社挙げましたのは7番2頭ゲッサ、暫定アウトでセブンになりです。9番山本慎一ももちろんこの1は引けないところで両者も追走でしょうか。さあ車間を切りまして誘導一局監督を切った1番脇本、先に熊本の5番の松岡辰博と3番柳梅正弘を変えます。これに2番高校マーク選手は共に離れてしまいました。5番手の松岡屋さんがやらせられました。これを一気に豪快になっている1番の脇本を見た力発揮だ。高校を切れそうな感じがありません。